今里駅は大阪府大阪市行の区新今里4丁目にある近畿日本鉄道大阪線の駅。当駅を含む上本町伏線区であり、高頻度の運行を維持するために、戦時中から大阪線の全列車は当駅を通過する措置をとっていたが、それでも道区間は河川電圧の異なる2路線が乗り入れていたことから、 混雑はさほど解消されていなかった。そこで戦後同区間では複々線化工事が行われ、大阪線と奈良線の線路が完全に分離、当駅の南側には高架橋が作られ、大阪線、上りホームが設置された。この両路線の分離により、河川電圧の違いによる問題が解消され、列車の服装が抑えられた結果、大阪線の列車の当駅への停車が可能となっている。 相対式ホームの間に島式ホームが配置された3面4線の高架駅である。有効長は全面6両編成分。改札、コンコースは1階、ホームは2階にある。改札口は南側の1カ所のみ。1956年の複々線化までは2面の相対式ホームで奈良線の普通列車のみが停車していた。複々線化後は2番ホームが なら線上のぼり、三番線ホームが大阪線下りの扱いとなっていたが、1975年に現行のホームに変更された。鶴橋駅管理の有人駅でピタパイ効果対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。2018年11月13日における1日、乗降人員は1901人である。近年における1日乗降、乗車人員は、 以下の通り、駅前にバスは乗り入れていない。駅から約400メートル南側の新今正停留所が一番近いバス停となる。ありがとうございます。